皆さんこんにちは。お父さんのための野球教室の永田です。沢村です。今回はですね、はい、守備です。守備、はい、守備の補給から握り返す、いいからね、これが速くなる、はい、練習方法、そのコツをご紹介したい。速く上手くなる、上手くなる、うん、まあ本当に小学生だと、はい、まあ取れたとして、うん、次じゃ握り替えて、そうですね、投げるところでポロッと落としちゃったりとか、そうね、ここから投げに行くとこね、ポロッといってったりとかねなかなかこう握り替えられなくて、こう、うん、セーフになっちゃったりとか、はいはいはい、まあ、いろいろあると思うんですけど、うん、これが速くなることによって、そこが速くなると時間的に余裕ができるんで、そうですね、取るのもちょっと余裕があるじゃないですか、はいはいはい、そこに自信が持てればね、がっちり取りゃなんとかなるなみたいな、はいはいはい、っていうのがあるので、うん、まあ、そこを今日は今回は速くしたいなと、ほう思います。これは自宅でもできますか？自宅でもできます。できます、はい、もう自宅でバンバンやってください、うん、はい、ではですね、これまず、まあ、握り替えなんで、しっかり掴んだところから、まあ、実際握り替えるわけなんで、うん、そこをちょっと練習したいなと、はいはい、でまず、まあ、自宅でやるんだったら、うん、まあ、そうでもそうなんですけど、テニスボールとかちょっと弾むボールを使ってもらうっていう、はいはい、軟式だとグラウンドでやるとあんまり弾まないかもしれないので、まあ、グラウンド状況にもよると思うんで、うん、はいはい、まあ、テニスボールとかちょっと弾むような柔らかいボールの方がいいかもしれないです、はい、弾力のある、ね、はいはい、でまずこれを、まあ、地面にバウンドさせて、うん、僕右利きなんで左でグラブはめてますから左手で取ります。まずはグラブははめず素手ですね。素手ですね、もうこれだけなんですけど、この時にポイントは自分で掴みに行く、うん、はいはい、こう上がってきたボールをこう落ち際を取るんじゃなくて、うんうん、跳ね上がってる時に、そう、上がってくる上がり際を自分で掴みに行くっていうのがポイントなんです。はいはいはい、掴みに行く、こうね、掴みに行く、はいはい、掴みに行く、うん、こういうことじゃなくて、うん、上からこう掴みに行くような感じです、はいはい、もうこれ上がってる時に掴むと、そうです、そうです、これをまずやってもらいます。でまずその場でやってもらいますね、はいはい、じゃあ行きましょうか、はい、あ、はい、子供役ですね、はい、はい、そこでこう、あ、そうです、掴みに行く感じです。そうです、はい、これはだよね、そうです、足と、はい、掴みに行く上がり際を、はい、OK です。結構ね、これがまずできない子がいるんですよ。そうですね、小学生だと、ね、多いですよね、チームでやるとね、うん、で、まあ、もともと手がちっちゃい子もいるんで、うん、っていう意味でも、何キロちっちゃい方がいいですね。そうなんです、こうしっかり掴める大きさでやる方がいいです、うん、そうですね、はい、うん、ちっちゃめのボールですね、テニスボールとか、まあまあ一番いいかもしれないですね、うん、まあ跳ねるし、うん、そんなに大きくないし、そうですね、何キロよりはちっちゃいんでね、はい、テニスボールがあればテニスボールでいいと思うんです、うん、でこれができてきたら、はい、今度は結局握り替えなんで、はい、左手でグラブの方でバウンドさせたやつを取りますよね、はい、取って次は投げる右手に持ち替えて右手でバウンドさせて左で取る、こうです、そうです、そうです、はい、投げるのは右手、うん、はいはい、取るのはグラブの方の左手、はいはい、こういうことです、こういうことですね、でこれをリズムよく握り替えながら、はい、あ、もうこの素手の状態でね、そうです、そうです、こういうことですね、こういうことです、この時点でもう握り替えもやってしまうという、はいはい、まあ、まずそうね、この素手の感覚を養うってことなんですね、そうです、そうです、グラブはめるってやる前に、はい、まず これができないとそれはグラブつけてやるのは難しいですからね、そういうことですね、うん、でやっぱりグラブ今まあ小学生だとグラブの方がすごく大きくて、あ、手のサイズに、そう、比べてね、扱いにくいっていうのもあると思うんで、うんうん、まずは素手で掴む、うん、握り替えるっていう動作を反復練習してもらう、はいはい、これ一人でできるんだ、そうですね、はい、もうこれはお子さん一人で全然、はい、ボールさえあればできます、でとりあえずその場でやるんですね、その場ででこれができてきたら今度は移動します、移動する、ちょっと回りながら、こういうことですね、そうです、動きながら
ょっと今スペースはこれでこんだけしかない。はい、こういう感じ。グラウンドだったらもうちょっと広くできると思うんで。まあ、とにかく移動しながら。そうですそうです。握り替えをすると。はい。動きながら取って握り替えるっていうのを繰り返す。うん、これあのグラウンドだったらデコボコあるんで。結構いろんなところに、ね、イレギュラーするでしょうね、はい、これ下カーペットなんでね、はい、全然大丈夫ですけど、でそれもまあ考慮しつつ、うんうん、まあ、バウンドが変わった時は、ね、イレギュラーしますからね、はい、実際ちゃんと握りに行って、うんうん、しかも、素早く持ち替える、うん、そうですね、握り替える、それをまず素手でしっかりとこうできるようになることから始めると、はい、これから始める、はい、でこれができたらもうグラブでやれる人はグラブでやっちゃっていいです。このまま。今の。これもこう掴むんですね。そうですそうです。掴みにくい。そうですね。ほうほうほう。で特にテニスボールだと軽いんでなかなかバシッと掴めないと思うんですよ。うん、あの待っててもね。そうですね。はい。待っててもまあちょっと難しいです、ね。はい。しっかり掴みにくい。掴みにくい。うん、これもだ手のひらで掴むぐらいの感覚でいいですかね。いいですね。はい。このネットっていうよりこの辺ですね、自分のその指にこうボールが、まあ、感覚があるところで取るということです、ね、そうですね、ここ、まあ、この辺だと、まあ、僕の場合この辺りですね、はい、そうですね、うん、ここだと感覚がないんですよ、手に当たるようなところ、うん、この辺り、ウェブで取っちゃうと分かんないんで、うん、でちょっとまあよく言うと土手気味の方ですね、はい、下の方ですね、しっかりポケットで取る、うん、はい、こうですね、この辺りで取ると、で結構ね、その閉じないと掴めないと思うんですよ、うん、あのしっかりキュッといかないと、はい、で親指と小指、薬指ですね、はい、この3つで閉じると、はい、掴むと、これは感じです、はい、これはダメこれもね難しいとできないと思うんですよ、そうですね、あのグラブも大きいんでなかなか難しいと思うんで、まあ、こっちの方が、はい、あの開いたり閉じたりしやすいです、ちょっと挟む感覚でもいい、うん、そうですね、こういうふうに、はい、でグラブでやるとまあこういう感じ、そうですね、これでしっかり取って掴んで握り返してもらうと、はい、はい、これも移動しながらもやる、移動しながら、移動しながらもやる、はい、これ何球でできたらもうグラウンドでそのままやってもらえばいいんで、あ、そうですね、グラウンドつけてたらね、はい、全然何球でもいい感じですね、でもしチームでやるんだったらこれでリレーしてもいいんですよ、ああ、こう直線とかね、はい、チームに分かれて、はい、こうね、前にこう走っていくと、コーンを置いてそれ回ってくるっていうやつをいいですね、面白そうですね、やってみてもいいと思います、うんうんうん、もういろんなとこ行っちゃうんで、そうですね、なかなかうまくいかない、まあ親子でもお父さんとお子さんで競争するのもありかもしれない、できますよこれもぜひやってもらいたいな、うん、お父さんも結構いい運動になると、これね結構難しいですよ、難しい、外でやるのは難しい、うん、この平らなとこで結構イレギュラーするんでね、まあ、そうなんですよ、うん、でバウンドさせるのも結構難しいんで、どの辺にね置いてどの辺に来るかもあるしね、そうなんですよ結構いろんなあの、うん、要素があるのでこれぜひやってもらいたいな、うん、はい、はい、思います、じゃあまずは素手で左手で左手でやってから、はい、まあ、右こうですね、で右で投げて左に移動もして、はい、次にグラブをはめると、そうですね、まあ、まずは素手でやってみるという、はいはいはい、はい、で次なんですけど、はいはい、2つ目ですね、はい、2つ目はボールを当てて、うん、で右手で取ると、ああ投げてもらうってことですか、そうですそうです、これも素手でいきましょうか、でまずお父さんやる、はい、こっちがお父さんですね、はい、で、まあ、ここす選手の方へ、まあ、正面からでいいんで軽くボールを投げて、まあ、手をこう、まあ、板みたいにしてもらって、ここで当てますよね。で当てて、落ちたやつを右手で取る。こう。そうです、そうです。はいはい、まあ、ここに落とす感じですよ。うんうん、で、持ち替える、はいはい。で、投げ返してもらう。こう、はい、あ、はいはい。これやってみますね。はい、そうです。失敗しました。これ難しいです。こういうこともあります。はい、当てて落とす。はい、で当てて落とす。あ、これ一緒に当てて落とす、もう一緒にやってもらっていいですか、はい、当てて落とす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 、当てる方向が大事ですね、そうです、これがどこに落ちるのかっていうのも計算しながらちゃんと手で取れるように、そうですね、角度を変えるっていうことです、
でこれをできるだけ早く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 、そうですね、これをもう繰り返してもらうと。左手ほど当てるだけですね。そうですそうです。手のひらでパンと当てる、はい、でしっかり右手で取れるところに当てて落とす、うんうん、まあ、この練習です、うん、まあ本当は当て取りみたいな。当て取りですね、はい、はい、じゃあこれをグラブはめて次やります。これも当てるだけですね。当てるだけです。こっちも、はい、今度は掴まないんですね。つけられたまま、はい、当てて落とす、うん、当てて落とす、当てて落とす、落とす。これも何球でやってもらってもいいので、はい、うん、当てて落とす、当てて落とす、当てて落とす、落とす。でこれができるぐらいのグラブの、うん、まあ、片付けというか、そうですね、手入れというか、うん、まあ、自由に使えるように今のができるぐらいの硬さには、まあ、自分で柔らかくしないといけないと思うんですよね。使いやすいように。そうですね、まあ、要は手と同じ感覚でね、そうですね、使えるぐらいに、うん、はい、でこれをもうできるだけ早くできる、うんうんうん、で素早く握り替えてまたトスをする、うんうん、でこれまあお父さんもグラブをはめたままやってもらえばいいし、うん、まあ、お互いに早くできるように、はいはい、まあ、チームメイトでやってもいいしっていうところなので。そうですね、だいたいキャッチボールとか2人で強く向いてね、うん、やると思うんで、その前にやってもいいです、うん、そうですね、アップガーディーやってもらえればいい、用意どんで、はい、ね、まあ、時間決めて何回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 できるか、はい、競ってもらうのもいいと思います。そうですね、はい、うん、まあ、本当に早くできるように、うんうん、してもらえれば、うん、はい、だこれやっでからまあまあそういうねノックダウンだったりとか、まあ実際のこういう捕球からスローイングの、はい、まあ練習に入るっていう流れをチームとしてやっても面白いですね。そうですね、もう、うん、あの、まあ、ルーティンに化してもらってもいいですし。そうですね、はい、うん、やってもらえばいいかと思います。で、まあ、最後なんですけど、はい、今度は実際握り替えの練習を、はい、まあ、握り替えの時間をもっと短くできるようにします、はいはいはい、で何をやるかというと、今度は位置角ですね。位置角、ボール持ってる感覚っていうのをちゃんとこう掴めるように、うんうん、ああ、さっきのここで取ろうねっていうのと一緒ですね。そうそうそう、手のひらの感覚になると、はい、でこれ簡単なんですけど、片手でこう持ちますよね、持ちますよね。で僕らもらえます、ね、これ目つぶって、さんまさん目つぶってくださいね。つぶりました、はい、でこの左手に持ってるボールを右手で取ってください。できますよね。もちろんできますよね。できます、はい。ただ目開けてください、はい、で僕も持ちますね。目つぶってください、うん、はい、これで、で僕が持ってるボールを取ってみてください。どこですか分かんないですよね。分かんないです、分かんない、それは、まあ、当たり前なんです。持てないんでね、はい、つながってないんで。そうなんですよ、位置角がない、はいはいはい、そもそも持ってないんで。そうですね、でこれが、まあ、なんでこんなことしたかっていうと、うんうん、グラブでやるとね、うんうん、そういう状態が出てくるわけですよ。ここに引っかかってたやつを、はいはいはい、じゃあ取ろうと思うと、うんうんうん、まあ見えてるんですよ、見えてますけど、うん、手には感覚ないですよね。ないです、ないです、うん、ないです。手に要はボールがね、はい、ある感じですよね、まあ、見なくても取れるかって言われたら取れないんですよ。ただ手のひらにちゃんとこう感覚が、うん、取ってる感覚があれば、うん、まあそこそこ、まあ、見なくても、うんうんうん、さっきと同じですよね。目つぶってても取れる、そうです、うん、でもこれが位置角がないところで取っちゃうと、そうですね、要はネットですね、まあ、ネットで深くなっちゃったりとか、はい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 、ファーストとか良くないですか、こうやって自分で見てる、ね、こうやって勝負ってバーンってやった時に自分で見る、お入ってたみたいなグラブ大きすぎるとそういうことも出てくるんですよね、ミットとか、はいはいはい、そうですね、で、まあ、そういうこともあるんで、ちゃんと位置角、うん、自分が握ってる感覚が、棒の感覚があるところで握り替えの練習すると、これまた速くなるんです。そうですね、要はグラブをはめてるけど、この自分の手のひらで、そうです、どこにあるかの分かる位置で取ると、うん、そうなんです、ボールがね、で、そこの感覚を磨くというか、うん、はい、そこの感覚があるところから素早く握り替える練習がこれなんですけど、あ、そうですね、それはそれがないと握りが遅くなっちゃいますよね。そうなんです、まずボールどこかなから入らなかったら、ね、そうなんですよ、
で見ないとできなかったらやっぱり時間かかりますよね。そうですね、いちいち見ないと。こうしてたらね、そうもうその前でランナー誘いますから、ね、ああ できるだけ位置角のあるところで取って、うん、それを素早く握り替える、はいはいはい、でそういう練習なんですけど、うんうん、まずボール持ってもらって、はい、でボールを左手グラブの方ですね、はい、まず持ってもらって、これを後ろで、うん、後ろに回して、後ろで右手に持ち替えて前に持って、はい、こういうターンです、うんうん、こういう、はいはいはい、これを10秒間で何回できるかっていう。おお。ってことは1、2、3、4ってことですね。あ、これね、1周で1です。あ、1周でいいですか。はい、あ、まあまあその方がちょっと忙しいんでね。そうですね数えにくいんで。1周で1ですね。はいはいはい、これで10秒間で何回できるかやってみたいと思います。はい、わかりました。はい、いいですか。まあ参考までにね。いよいよいいですか。はい、はい、元大阪桐蔭が何回できるか、はいはい、ちょっとやってみます。よーい、スタート。はい、18 18回。ちょっと最初ミスりましたけど、これで結構すごいです。あ、結構すごいです。18回は。ああ、まあ、なかなか小学生だとここまでできないんで。結構、健康保障もあるんですね。これを10秒間で何回できる。まず素手 で, 何回で。素手で。まあ僕の場合今18回。18回ですね。で、これをグラブはめた時に、さて何回になるのかって。ああ、なるほど。はい。まあちょっと遅なりそうですね。遅くなりそう。まあグラブ使うんでね。はい。はい、素手よりは。はい。で、これこの時もさっき言ったみたいにその位置角ですよね。はいはい、そうですね。グラブにはめてる時に位置角がちゃんとある状態かどうか、ボールを感じてるかどうか、うん、これがここにあればちょっと後ろに行った時にね、ちょっと遅いですよ。あれって逆さまでこうかっていうね。そうなんですよ、うん、これはそういうあの感覚も磨けるので、うんうんうん、まあ、ただ単にやってもいいんですけど、それでも早くなるとは思いますけど、まあ、同じやるなら、うん、位置角しっかりはい、感じられるところで入れ替えする。で、ここで合わす時の位置が大事ですね。そうなんです。こう来て、こうやって。どこで取ってるかっていうのが大事になる。そうですね。はい、そろそろよろしいでしょうか。いきますか。回復しましょう。はい。じゃあ、行きたいと思います。10秒間ですね。はい。はい、よーい、スタート。飛んでちゃいました。15ですね。15、はい、まあこれが飛ばなかったとして16、まあ16ぐらいですかね。行ってて2回ぐらいやっぱ減りましたね。2回ですね。はい、やっぱりそれぐらい減っちゃうんですよ。もっと多分減ると思うんですよ。うん、減りますかね。これがこう大きいグラブだったりとか。ああ、そうですね。うんうん、まあ小学生だったらあると思うんで、うん、そこで 手に対してグラブ大きいからね。そうなんですよ、うんうん、でこれもあの回数が減る原因の大きなところになってくると思うんで、こうね、グラブでこうやった時にね、はい、でこれが実際にあの素手と同じ回数になるように練習してほしいんですよ、うん、じゃあ僕はあと2回、その18引く16番でね、2回どうなるかっていうところで。なるほど。でこれができるようになったら、まあ、素手感覚ですよ本当に、うんうんうん、グラブはめてるけど素手感覚で握り替えができてるという、うん、でも多分まあなんとなくですけど、もう何回か重ねたら、うん、ちょっと素手に近づけるような気はします。そうですそうです、うん、今ちょっと1回目だったんでちょっとコツもあれだったんですけど、うん、であと姿勢なんですけど、はいはいはい、まあ、どういう姿勢でやったら実際に速くなるのか、はいはいはい、っていうのも考えながらやってもらえばいい、うん。そうですね、今ちょっと若干やっぱちょっとこう、はい、あの低くしましたね。もうなりますよね、早くしようと思う。こういう感じですね。そうです。これぐらいの質で、これがその中学高校ってやっていけばみんなそうなるんですけど、はいはい、小学生の場合初めてやると普通にこう突っ立ったままやっちゃったりとか、まあ、これはちょっとやりにくいですね、はい、ちょっとやっぱりあのまあ守備のこういう感じ、うん、そうですよね、うん、ちょっと腰を構え前にちょっと前傾になるような感じ、うん、
これぐらいの感じでやった方が多分早いです。でしかもこう回す位置ですね、うんうんうん、位置をカナダの近くにする。いやそうあの序盤ね、さっき1回目2回目ぐらいでちょっと遠かったんですよ。そうで、あ遅いと思ったんでちょっとあ早くしようと思ったら、はい、自然にちょっと体の近くを通すようになりましたね。そうです。だからこういう工夫も必要だなっていうことです、うん、そうですね。自分でどうやったら速くなるの速くしようと思ったらやっぱりいかにこう円を小さくするか、効率よく回すかっていう、うん、かつ逃げ替えできるか、まあ、そういう考える力も大事ですね。そうなんですよ。でこれを、まあ、できたらもうチーム全体でやってもらう、うん、あ多分20人ぐらい出たらね、多分いろんな回し方する子いるんじゃないですかね。そうなんです。いろんな姿勢が出てくる。多分こういう子もいるんですよあこう実際やるとね、そりながら、はい、おなるほど。だからみんなこうなるかって言われたら、うんうん、それも説明するんですけど、はいはいはい、どうやったら速いっていうと、うんまあ、こうかなとかやりだすと、うん、だんだん回数が増えてくるんですよ、はいはい。でこれも3回ぐらいやったら、うん、3回目が一番速くなるので、ね、なると思います多分、はい、実際に、うん、慣れもあるし、はい、あのどうやったら速くなるかっていうのも、うん、数重ねるごとに、うん、あのなんかあの体が分かってくるところは慣れてきますし、ね、はい、あると思います。でこういうのだけでもかなり速くなるんです。結構しんどいしね、はい、やっぱりグラブとボールっていうのをうまく使えるかどうか。そうですね。やっぱ道具を扱うスポーツなんでね。そうなんですよ、うん、じゃあこううまく速くするために、うん、じゃあグラブどんな形にしたらいいのかなとか、うん、いやこれほんまあるんですよあの、まあ、ちょっと話あれですけど、それこそ桐蔭の時とかね、はい、あのまあプロの選手とかもその、まあ、同級生含め上にも下にも入れたんですけど、はいはい、でやっぱグラブはめたら、はい、あのそれこそプロ行っている、まあ、内野手の選手とかはめると、はい、もうはめた瞬間にあ取りやすいなと思う。なるほど。もうはめた瞬間にそれぐらい違うと、うん、あなるほどね。それはやっぱ形とかね、まあ、好みというかその自分のね、うん、肩の付け方によって肩って決まってくると思うんですけど、やっぱり取りにくいのはグラブはめた瞬間わかりますね。まあちょっと嫌な感じしますね。そうそう、もうこうなってるやつ、これ無理とか、こういうね、こう握り潰してるような感じ、こういう感じのグラブになってるやつとか、こういうね、パカパカちゃんとできる。なるほど、うん、こう親指と小指で挟めるような。そうグラブトスとかね、こうやるわけですから。そうですね、はあ、それが変なグラブだとなんかグラブトスが上にヒュンっていったりとかまあなりますよね、はあ、うん、多分このグラブだと全然普通にまっすぐ飛ばすとこ、ペット飛ぶとこですね。でこれが上に変なグラブだったら、こうなんか上に行ったり行っちゃったりとか、自分の方に戻ってきたりとか、トス前にこうやってペッてしたいのに、うん、上に行ったりとかね、まあありますよ、はい、でもそういうところでまたスピードと確実性がまた変わってきますよね。そうですね、うん、そこでポロッとやらない、うん、ちゃんと掴める、早くしかも掴める。そうですね。まあでももう内野であろうがこれ外野であろうがね、じゃあ一緒ですよ。もうこういう使い方でできるグラブの方が絶対いいと思います。まあ外野の子でもね、外野手用で内野が守れるような感じだったらうまくいきますよね、うん、そうですね、うん、まあ、そういうこともあるので、うん、まあ、いろんなこう姿勢であったりグラブの形であったりとか、うん、そういうことをどんどん工夫しながら、どうやったら速くなるかな、うん、1回でも増えるかなっていうのを考えながらやってもらえれば、うん、こんなのすぐできるんで、そうですね、毎日家でも、うん、じゃあお父さん測ってよって今日はこんだけいったとか、うん、1回増えたとか、そうですね、1回半増えたとか、うん、まあいろいろあると思うんで、うん、まあ、分かりやすいですからね。そうですね、まあ、でも本当にね、練習なんで、はい、活動をこなしてしっかり、うん、まあ、ルーティン化して、うん、毎日1回でもやるとかね。そうですね、もうチームでもやっていただきたいし、うん、個人でもやっていただきたいし、ね、うん、キャッチボール前にちょっとやってみるとか、はい、なんかあのチームこんなことやってんだよみたいなそうそうそう、出てきたらすごいいいなと思う、うん、そうですね。でも本当にね、こうそういう回数を、ね、増やすっていうね、逃げ替えをす、はい、練習に実際になるんで、ね、うん、逃げ替え練習をしっかりできる、まあ数をこなせるいい練習だと思うんで、はい、どんどんやってください、うん、はい、多分チームとかでね、ノックとかやったとしても本当数球だと思うんですよ、まあ、人数にもよりますけど、うん、そんなに取れないですよね、はい、ね、50球100球取れるかって言ったら、いやもう絶対取れないね。
普通にチームでシートノックとかしてたら、うん、本当数球だと思うんですよね。だったらこういうなんで数こなす方が、うん、そうですね、うまくなります。うまくなります、うまくなります、うん、はい。まあ、実際にね、まあ、そんなにノックの数は取れないんで、そうですね、その分を家とか、うん、はい、ね、一人でもできるんで、はい、まあ、どんどんね、あのボールとグラブを使って、はい、しっかり触って、はい、練習して上手くなっていって、まあ、もらえる、まあ、練習メニューの一つとして取り組んでもらえたらなと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあ今日はあの守備のね、はい、呼吸から握り替えの練習方法についてご紹介しました。はい、はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。